私の名前は千尋。28歳の在宅ワーカーです。私は現在実家で暮らしているのですが、この実家は父が若い時に建てた家で、とても大きくて地元でも豪邸だなんて言われているような家でした。そんな実家で私は仕事をしながら両親と一緒に暮らしていたのですが、そこに兄がお嫁さんを連れてきたのです。兄の名前は優吾、そしてそのお嫁さんの名前は純子さんでした。二人は半年前に結婚して、私も両親も二人の結婚をお祝いしたのですが、いきなり二人が何も言わずに実家にやってきた時は驚きました。だって兄は結婚式が終わった後、俺はこんなちっぽけな島国で生涯を終えるような小さな男じゃないんだ、純子と一緒にでっけえアメリカンドリームを叶えるんだと言って日本を出てアメリカへと行きました。しばらくはアメリカで過ごして帰ってこないだろうと思っていたのですが、まさか半年で帰ってくるとは思いませんでした。どうせいつかは夢なんて諦めて帰ってくるとは思いましたが、半年とは。兄は昔から調子のいいことを言っておいて有言実行できないタイプの人間でした。自分からやりたいと言ったくせに何もせずに終わることなんてしょっちゅうです。アメリカに行くと言った時も、この人英語の勉強とかしてなかったけどと私は思ったくらいです。兄は勉強というものがとにかく嫌いで、勉強するくらいなら就職すると言って高校を卒業するとともにフリーターになりました。正社員として雇われる方がお金が稼げるよと言ったのですが、俺は正社員になって会社に縛られるつもりはないんだなんて言っていました。そんな兄は今もまだフリーターを続けていて、結婚してアメリカに行くと同時に勤めていたバイト先をすべて辞めていきました。純子さんも純子さんで、彼女は働いた経験がありません。どうやら彼女の実家がお金持ちだったみたいで、結婚式のお金は純子さんの家が全額出してくれていたみたいです。私も両親もそのことは後から知りました。結構豪華な結婚式だったので、誰かからお金は借りているのだろうなとは思いましたが、すべて新婦の両親が出していたのです。フリーターの兄と仕事をしたことがないお嫁さん、きっと二人とも働くのは嫌いな人間でしょう。お似合いといえばお似合いなのですが、そんな二人に振り回されてしまうのは真面目に仕事をして暮らしている私たちです。こんにちは、お久しぶりです。お父さんお母さん、これアメリカのお土産です。間延びした声で純子さんは父と母に挨拶しながらクッキー缶を渡してきました。私も出ていくと純子さんは、千尋ちゃん久しぶりと私にもクッキーを渡してきました。いきなりどうしたの、帰ってきたなんて知らなかったわよと驚いた様子で母が聞くと、兄は気まずそうに頭をかきながら答えました。いや、アメリカは俺の器を受け入れるには小さすぎたんだよ。それに俺は祖国で成り上がりたいと思ってるからなと言い出しました。私は心の中で呆れました。日本でも勉強が嫌で逃げ出して正社員になろうとしたこともなくフリーターをして、結婚式の代金も新婦の両親に払わせておいて成り上がりたい、何の努力もしていない人間が成り上がれるとは思えません。
しかし気がかりなことは兄と純子さんが持っている大量の荷物です。彼らはスーツケースだけではなく大きなボストンバッグを4つほど玄関に下ろしていました。ずいぶんたくさんの荷物なんですねと私が言うと、純子さんは笑顔で、私たちの荷物を全部詰め込んできたからね、これだけ多いのも当たり前よと言いました。アメリカから荷物を持って帰ってきて、その足で私たちの実家に寄ったのかと思いました。それなら納得ですが、この荷物俺の部屋に運んでくれる？純子の荷物はほら使っていない部屋があったろ、そこを掃除してから荷物を持って行ってくれよと兄が私に向かって言いました。兄が何を言いたいのかわからず、は？と言うと、兄は面倒くさそうに、俺たちしばらくここで暮らすから荷物を運んでくれって言ってるんだよ、俺たちは大荷物を運んで疲れてるんだぞ、暇そうなお前が運んでくれよと言ってきました。私は思わず父と母を見ました。二人とも私と同じように驚いています。ここで暮らすという話を私にも両親にもしていないのに、兄は当然のようにここで暮らせると思っています。ここで暮らすっていきなりすぎやしないかい？母が困惑しながらもそう聞くと、兄は胸を張って、俺は長男なんだ、アメリカで夢を追いかけるのもいいと思ったけど、やっぱり日本に残した父さんと母さんが心配でさ、俺が家のことを支えていくつもりだから、父さんと母さんのことを支えていくためにも一緒に暮らそうと思ったんだと調子のいいことを言いました。そして両親は長男に心配されたことが嬉しかったのか、私に向かって、千尋、アメリカから帰ってきたばっかりで優吾も純子さんも疲れているだろうから、荷物を部屋に運んでおいてくれるかいと言ってきました。そして私に荷物運びを頼むと、両親と兄と純子さんはさっさとリビングに行きました。私は残された荷物を見てため息をつきました。なんだか嫌な予感がしました。その嫌な予感は当たっていました。しばらくの間、兄と純子さんはこの家で暮らすと言っていましたが、二人とも家にお金を入れてくれる様子はありませんでした。家賃も食費も渡してくれません。かといって私がそれに関して口にすると、兄も純子さんも、それ千尋が言うことじゃないだろ、父さんと母さんに言われるんだったらわかるけど、そうそう、っていうか千尋ちゃんって仕事してないの？毎日家にいるみたいだけど、もしかしてニートってやつ？とクスクスと笑われてしまいました。私が何度もニートじゃなくて在宅ワークをしてるんですよと言っても、兄も純子さんも信じてくれませんでした。そして私が自室に引きこもって仕事をしている間に、兄は両親に調子のいいことを言い、純子さんは父と母に取り入りました。お母さん、家事のしすぎで肩が凝ってるんじゃないですか？私が揉んであげますね。この家には女性が二人いるんだから、家事を分担すればお母さんの負担も少なくて済むのに、と言いながら純子さんは私の母の肩を揉んでいました。母もまんざらではなさそうな顔をしていました。その後、父も純子さんに肩を揉んでもらって気持ちよさそうにしていました。私が見ていない間にそういう積み重ねをしてきたのでしょう。父も母も
すっかり純子さんのことを気に入ってしまいました。純子さんも兄も仕事をしている様子はなく、家にいてずっとゴロゴロしているのですが、父も母もそれを叱ることはありません。一応兄はバイトを始めたみたいですが、週に4日ほど出勤しているだけです。こんな状態の兄と純子さんのことをずっと家に置いておくことはできません。私は父と母がいない時を見計らって二人に話をすることにしました。兄さん、純子さん、二人とも家にお金を入れていませんよね。もう二人がここで暮らし始めてから3ヶ月が経ちますが、二人とも次に暮らす場所を見つけようとしたりしてるんですか？私が見ている限り、二人は仕事を増やそうとしているわけでもなければ、新しく住む場所を探しているわけでもありませんでした。しかし、いつかはこの家を出て行ってくれるはずと私は思っていました。何せ二人ともこの家に来た時に、しばらくお世話になるというようなことを言っていたからです。しかし、ここでも兄は有言実行しませんでした。何言ってるんだよ、ここは俺の実家だぞ。長男の俺がこの家を引き継いで、この家を守っていくに決まってるだろ。それなのに、どうして俺がこの家から出ていかないといけないんだ。と兄は、おかしいことを言うなよと私のことを睨んできました。純子さんも私のことを睨んで、千尋ちゃん、お父さんとお母さんのことを独り占めしたい気持ちもわかるわ。でも千尋ちゃんは仕事もせずにこの家でずっと暮らしているでしょ。いつまでも両親に甘えたままだと、自立できないまま両親を失うわよ。何度も私は仕事をしていると二人に伝えているはずなのですが、どうやら二人の中では私は今でもまだ無職のニートのままみたいです。在宅ワークで毎日毎日働いているのに、私よりも働いていない二人にニートだと思われるのは非常に尺です。っていうか、俺たちに出ていくように言う前にお前が出ていくべきじゃないのかと兄が言うと、純子さんは笑顔でその発言に同意しました。そうね、どうせこの家は優吾のものなんだし、この家にニートはいらないわ。私たちが面倒を見るのはお父さんとお母さんだけでいいわよね。はい、何を言ってるんですか。この家が兄のものって。私は眉を潜めると、私の言葉を遮って純子さんが口を開きました。とにかくこれからお父さんとお母さんの恩恵を受けるのは千尋ちゃんじゃないの。今まで千尋ちゃんは十分お父さんとお母さんに甘えてきたんだから、私たちにこの場所を譲るべきでしょ。何を言ってるんですか。純子さんたちが言っている意味がよくわからずに聞き返すと、純子さんは大げさにため息をつきました。だからニートは早く引っ越せって言ってるの。そんなこともわからないの。あんた今まで優吾に対して勉強ができないとか言ってたみたいだけど、あんたの方が頭が良くないんじゃないのと言い始めました。父と母が黙っていないと思うんですけど、お父さんとお母さんは何もしないあんたよりも海外しくお世話をしてくれる嫁の方がいいんですって。この前私みたいな娘がいたらよかったって言ってくれてたのよ。それは初耳です。しかし最近の両親の純子さんへの態度を見ていれば、そのようなことを口にしていてもおかしくはないでしょう。それに両親は今までいつも調子のいい兄の言葉を信じてきました。
私よりも兄の言葉を優先させる方が多かったような気がします。わかった、両親の確認が取れたらこの家から出ていくわ。確認なんて取らなくてもいいわよ、さっさと出て行って。純子さんは私の背中を押しました。仕方なく自分の部屋に戻って荷物を片付けていると、兄が段ボールを持ってきたので、二人が本当に私のことを追い出そうとしているのが分かりました。一応両親にも連絡を取ろうと電話をかけたのですが、電話をかけた瞬間、母から、あんた、純子さんと優吾に家を出て行けって言ったそうじゃないの。そんなひどいことを言うもんじゃないわ。二人とも、とってもいい子だっていうのに、あんたって子は、本当に血も涙もないんだから。いくら仕事も勉強もできるからって、優吾と純子さんを見下すのは許さないわよ。と言われてしまいました。私が呆然としながらそれを聞いていると、私の様子を見ていた純子さんと兄がクスクスと笑っているのに気がつきました。この家から出て行けと言っているのは兄と純子さんなのに、私が二人のことを追い出そうとしていると思われているみたいです。きっと私よりも先に純子さんか兄が母と父に電話をしたのでしょう。父にも電話をしましたが、怒られてしまいました。どうやら私の話を聞いてくれる気は少しもないみたいです。父と母の態度で私も吹っ切れました。この家にとどまろうと考えるのはやめて、私はさっさと荷物をまとめ始めました。父と母は帰ってきても私に冷たく当たりました。私は家族の冷たい態度を無視して引っ越しの準備を進めて、一人暮らし用の部屋を借りると引っ越し業者に依頼をしました。そして引っ越し当日になった時、家の前に止まった引っ越し業者のトラックを見て、兄と純子さんは嬉しそうに私の元へやってきました。とうとう出ていくのね。これまでしぶとかったから、本当に出ていく気があるのか怪しいと思ってたわ。ちゃんと出ていきますよ。いつまでもここにいてもしょうがないのでね。純子さんの嫌味を軽くかわして、私は引っ越し業者の方々に荷物を運び出すようにお願いしました。すると物音を聞きつけて父と母がリビングから出てきました。二人は引っ越し業者を見ると、一体これはどういうことだと目を丸くしていました。そんな二人に純子さんが意気揚々と、目の下のタンコブだった千尋ちゃんがようやく自立する決心をしたんですよ。この前から家を出ていくように言ってたんです。これでようやくニートのごくつぶしが消えますよ、お父さんお母さん。純子さんの言葉に父も母も青ざめて私の方を見ましたが、私は視線をそらしました。両親の顔色が悪くなったことにも気づかずに、純子さんはさらに、これからは千尋ちゃんのニート生活に使っていたお金を私と優吾、そしていつか生まれてくる子供のために使ってくださいねと言い出しました。なんてずうずうしいんでしょう。父と母はそんなことを言う純子さんのことを無視して私の腕を掴んできました。千尋、本当に家を出ていくのか。私は父の手を振りほどきました。出て行きます。生活費を家に1円も入れない兄と純子さんといる方が父さんも母さんもいいんでしょ。私がニートだとか言われて、家を出て行けと言われた時に電話をしたら、私の話を一切聞かずに私のことを責めたのはあなたたちですよねと、私は両親のことを睨みました。二
二人とも罰が悪そうにうつむきました。ふと兄が父の肩に手を置きました。大丈夫だって、俺がいるんだから、この家は安泰だよ。仕事もしていない千尋がいなくなって仕事をしている俺が残るんだから、父さんも母さんも安心だろう。と兄が鼻高々に言った時、父は顔を赤くして兄の襟をつかみました。何を言ってるんだ、今までこの家のお金を支払っていたのは千尋なんだぞ。お前たちに毎月家賃が30万も払えるのか。父が怒るのも無理はありません。兄と純子さんは知らなかったのです。父がリストラに遭い、この実家を手放さないといけなくなった時に、父の知り合いがこの家を買い取ったのです。そしてどうしてもこの家から離れたくなかった父は、知り合いに頼み込んで毎月30万でこの家で暮らしていたのです。その当時から私は在宅ワークで月収100万を稼ぐようになっていたので、当然リストラされてしまってお金がなくなった父は私に泣きついてきました。私は最初は嫌だと言ったのですが、家事は何もしなくていいと言われて一緒に住むことにしたのです。しかし毎月30万を支払うよりも一人暮らしをして家事代行サービスを利用する方が快適ではないかと最近は思うようになっていました。一人暮らしをすれば私のことをニートだと言って追い出そうとする兄も純子さんもいませんから、つまり私がここを出ていくことでどうなるかというと、父と母そして兄と純子さんがこれから毎月30万を支払わないといけないことになります。30万？ここって持ち家だろ、どうしてそんなにお金がかかるんだ。驚いている兄に、父がリストラをされた時にこの家を維持できなくなって泣く泣く知り合いに売ったが、どうしても離れたくなくて知り合いに頼み込んで賃貸として貸し出してもらっていることを話しました。そして在宅ワークで稼いでいる私に家賃は支払ってもらっていたことも話しました。私はその間も運び出される私の家具や荷物を見ていました。兄と純子さんはそんな話聞いていないと何度も言っていましたが、私が在宅ワークをしているという話は何度も聞きましたし、父ではなく私が家賃や生活費を二人に請求していたことを考えるとすぐわかることだと思います。二人とも私が両親に養ってもらっていると思っていたのでしょう。そして私のことを追い出してしまえば、両親が私に与えていた分のお金がこれからは自分たちがもらえるとでも思ったのでしょうか。浅はかな考えですね。なあ千尋、考え直してくれないか。父が私の腕をまた掴もうとしてきたので、私はその手を振り払いました。そもそも私が家賃を払うようになってもう何年も経つのに、どうして父さんは仕事を一切しないの？母さんもパートをしていないでしょ？私一人に頼って生きていこうって考えが透けて見えてるのよ。私はあなたたちの財布じゃないわ。いいじゃない、兄と純子さんがあなたたちの面倒を見てくれるって言うんだから、私はもうお役ごめんよね。ちょうどその時引っ越しの荷物がトラックに運び終わったので、業者の人が私に声をかけてきました。このまま私も自分の車でトラックと一緒に新居へと向かう予定です。ちょっと待ってくれよ、俺が悪かったから出て行ってもお金を払ってくれよ。兄がそんなことを言ってきましたが、私は兄をにらみつけました。私が暮らさない家にお金を払うと思う？バカにしないで。私が出ていくこと、
この家の今の持ち主に伝えておいたから、もしかしたら近日中にあなたたちも追い出されるかもね。と言って私は4人に背を向けて新居へと向かいました。これからは仕事を探してくれない家族を養う必要もなく、一人で自由気ままな生活が送れると思うと、とても嬉しくなりました。私が新居についてしばらくの間、家族から連絡がたくさん来ました。やはり家賃を払わないのなら出て行けと言われたみたいです。今あの家で働いているのは兄だけですし、その兄もバイトをしているだけなので、毎月30万を支払うことはできないでしょう。その後4人は純子さんの両親を頼ろうとしたみたいですが、実は純子さんの両親は純子さんのことを見限っており、結婚式代が手切れ金だったと言い出したのです。今まで両親のお金で好き勝手に遊んでいたみたいなので、見限られるのも当然のような気がします。そんなことがあって4人とも誰からも助けてもらえずに、4人とも仕事をし始めたみたいです。そして今は豪邸と呼ばれるような家ではなく、狭いアパートの一室で文句を言い合いながら、おしくらまんじゅうになりながら暮らしているんだとか。私は最近一人の生活が充実してきたので、そろそろ恋人を作ろうと思っています。